私の今日の朝食です。青汁にオーツミルク、こちらオイコスにタミツの蜂蜜、そしてこちらは青の玄米に、青のオーガニック卵を一つ、そして、こちら蜂蜜漬けの梅干しに、こちらはささみ節、そして海苔っていう感じでね、今日は食物繊維かける、タンパク質多めということの朝食です。ちょっと朝の日差しをねたっぷり浴びながらの朝ごはんが好きなんで、こちら、東向きのね、今日は日差しのお部屋で食べております。じゃあいただきますね。いつも朝は5時に炊飯器のスイッチの予約をしてますので、出来たての青の玄米を食べるのが楽しみで起きるんです。今日は撮影がないので馬刺しは食べないわ。美味しいのよ。あとこれね、鶏節って知ってる？かつお節じゃないの、これ鶏のささみなの。ささみ節よ。むーちゃんがもごもご言ってるわ。朝日を浴びながらの朝ごはん最高すぎるわ。もう毎日これ本当に理想、理想と思える環境で理想と思う食べ物を食べるというのが一番重要よ。人に理想は求めないんですけど、環境に理想は求めるの。私、人ってコントロールするの難しいでしょ。おいしいわ。最近はね、ご飯を食べると、朝ごはんを食べるときには何も見ないようにして食べてるんです。朝日を感じながら口の中の食材を感じるだけ、それで朝ごはんをいつも、朝ごはんの時間を過ごしております。ちょっと前まではね、何かや携帯いじったりパソコンいじったりしながらご飯食べてましたけど、もうそういうのやめたんですよ。おいしい、おいしいもの食べてるのにおいしいと思えなかったから。でも今おいしいもの食べながらおいしいと思いたいから、食べることに夢中し、食べることに集中してるわけ。納豆はね、毎朝食べるんですよ。卵と納豆は毎朝、もう何年とずっとそのスタイルですね。この青の玄米はね、さっとある撮影でスタイリストさんから教えていただいたんですけど、玄米の中でもとてもね、上質な、とても貴重な玄米ということでね、こちらに切り替えました、私。一人何喋るっつうの？音楽もなく、私は一人で喋りながらご飯を食べております。普段は無言よ。今日は特別に喋ってるの。でも相手がいなくて質問がないから何喋っていいか分かんないわ。エンドワオ汁にオーツミルクを入れれる飲み物。エンドワオ汁だけどちょっとね、私ちょっと青臭さがやっぱり若干苦手なので、オーツミルクを入れてるんですけど、オーツミルク入れるとすごい飲みやすいの。美味しい。この東の太陽浴びながらご飯って最高よ。
そしてごめんなさいね、お行儀悪くてスプーンが刺さったままなんですけど、オイコスの無糖よ。一応体もね、資本でございまして、トレーニングもしておりますから、そのトレーニングのね、効果をキープするために筋肉の維持ということでオイコスもストックしております、たくさん。タミツの蜂蜜を入れてるのよ。あんまり紹介して買えなくなっちゃうと嫌だから紹介してないんだけど、V6 だから特別に出すわ。タミツというブランドよ。ハーバルハニー000でございます。これはハーブが入っているので、ローズ蜂蜜、蜂蜜はね、ローズはブルガリア産の蜂蜜が入っているんですけれども、これはね、伊勢のアマテラス大神に捧げる蜂蜜屋さんの、蜂蜜なんですが、まあちょっとネットで検索してみて、私、そのことで語るとまたすごいビジネスっぽい喋り方になるから、とりあえず検索よ。Google 先生に聞いて。まあ、オイコス自体はね、シンプルなヨーグルトなんですけど、もう、タミツの蜂蜜が入ると本当に美味しいんですよ。最近はね、オンラインサロンの会員さんに教えてもらったんですけど、このタミツの蜂蜜を炭酸水で割って飲むんですけど、めちゃんこ美味しくて毎日飲んでおります。最近のマイブームって書いたらそれかも。最近のマイブームは、タミツに、炭酸水で割って、飲むっていうのがマイブームです。もう、あったかい季節からね、この初夏にかけてはもう最高よ。真夏とかもガンガン飲んじゃうと思う。でも一応蜂蜜だからね、飲みすぎは危険ですけれども。スプーンは口ポールです。口ポールが好き。口ポールのここは何で来るかわかる？いろいろあるのよ。ここの柱とリンクさせてるの。わかる？うちここの窓のこの柱の部分がね、黒いんですよ、全部縦に。ストレートに黒いんです。だからこれ黒にしたの。コーディネートって服だけじゃないのよ。メイクだけでもないわけ。私は窓の縁とスプーンをコーディネートしただけ。美味しい。罪悪感なく美味しく食べれるっていうね。白砂糖入ってませんから。撮影がある日はね、撮影中に白砂糖入れたりするんですよ。あえてね、計算しながら。その時に必要だからね。あと何かご紹介することあるかしら。私の今、目の前には、こちらがあるんです。ニコライ・バーグマンのね、お花なんですけれども、これはね、ある人からいただいたんです。ある人とは誰かというのは またご紹介するわ。朝食は大体ね、お休みの日は30分ぐらいかけて食べます。もうすごくスローによく噛んでね。でも撮影の日の朝もすごい時間かけて食べるわ。基本的に朝はスローです。ゆっくり動くの。仕事中すごいスピーディーだから、朝ぐらいはゆっくりしたいわけ。そうなのよ。仕事中はすごい早いんですけど、仕事以外はすごいスローなんです、私。美味しかったけど、この東の太陽が気持ちよすぎる。まだ6時過ぎです。
今日は打ち合わせが何本か入ってるんですけど、全然時間がありますから、ちょっと掃除でもして過ごしたいと思います。じゃあ、朝食シーンは終わりよ。